こんにちは。雨の箱舟の監督をしました、瀬波香です。えまず、こういう状況の中、この作品を皆様にお届けできる機会をいただけたことが、え本当に心から嬉しいですえ。この作品に出てくる人たちは、人や時間やえ記憶などえ、様々なものと距離を測りながら生きています。えそして、その時間が静かにですが、進んでいきます。え今 人と距離感を保ちながら生きていかなければならない状況の中、この作品を皆様に見ていただけるのも何か縁があるのではないかなと思っております。一人でも多くの人にお届けしたい作品となっておりますので、皆様ぜひ見ていただけたら嬉しいです。そしてこういう形ではありますが、映画という時間を皆様と共有できたらと思っております。